自分に一番自信ないパーツを集めてキメラを作ろう。あ、いいね。悪くねえよ。そっちの方がまだいけるかもしれない。キメラ選手権。え、でもさ、送るの難しくない？え、じゃあさ、一回さ、ちょっと待って。あの、パーフェクトシューマン作る前に一回キメラ作ろうぜ。まずさ、一部だったらみんな別にさらされてもいいじゃん。まずさ、どうしようかな。輪郭は俺が責任を持ってちゃんと画像に貼らずに、映像映さずにちゃんと、俺が黒塗りするから、ちょっとまずさ、輪郭、ブスなやつの輪郭送ってきてくんない？輪郭。俺マジ顔の形終わってたやつ、エラ張りまくりみたいなやつ。俺が今から化け物作るわ。特徴的すぎて特定されると、お前輪郭だけで、輪郭だけで特定されるとお前相当だぞ。やばいぜ。送った？広いがなしね。ちゃんと自分の顔だけね。自分の顔限定。ちょっと待ってな。一旦、ま、過ちが起きるといけないからな。来てねえじゃねえかよ、おめえら。ビビりやがったよ。ゆるさん。来たわ。お、便利だな。携帯になるんだ。今の俺の。今俺携帯にさ、Gmail 入れてるからさ、届いたらピコーンってなるわ。超便利。一人だけ来たわ。ねえ、なんかネタはいらねえ。松井の輪郭とか、輪郭別に綺麗だし、松井。続々と今。あ、お前、輪郭がブスっていうか、顔がブスじゃねえか、お前。おい、お前輪郭の前に、決めた、お前に。ちょっと待って、映ってねえよな。今真っ暗だよな。この人の、俺プライバシーを預かることになるわけだから。すげえ。絵なのにさ、インク弾きやがる、こいつ。ふざけんなよ、お前。じゃあ、輪郭これ。輪郭はこれな。まず輪郭はこちら。これを元に作っていこう。加藤純一キメラを。加藤純一キメラアントを。ちくしょう。はまんねえ、うまく。これな、オッケー。じゃあ次は、目から行くか。目。中崎確かに似てる。目。目。あーあー、これは全然ブスじゃねえな。これさ、ちゃんと編集されてるやつが送られてきたら別に見せてもいいよね。なんかかっこいいやつが送ってきてもマジで寒いから、ほんと俺バンすっかんな、ほんとに。ブス送ってこいっつってんだ。いらねえんだよ、かっこいいやつなんて。しかも言うほどかっこよくねえし。言うほどかっこ悪くなくない？これじゃねえよな。全然かっこ悪くないよね。これかっこ悪くなくない？普通だよね、多分これね。ボクサーみたいな目して。え、これだったら、てか待て、おい、今衝撃の事実俺は感じてるんだけど、俺たちの視聴者の全員のブサイクな部分を集めて作る顔より、この輪郭の元のやつの方がブスだぞ、おい。おい、この元の顔のやつの方がよっぽどブスだぞ、お前。こいつで謝れよ。せっかく送ってきてくれた。一人でキメラに勝ってんじゃねえか。
顔と皮膚にある腫瘍を送りました。じゃあお前あれだ、腫瘍担当だ。目、正面からの目くれ、正面からの目。あれなんだこれ、あ、やべ、これやべ、そのままペイントできる状態になってるから、このままじゃ大変なことになる。これ消しゴムで触って消したらキメラが出てくる。おい、あれしようぜ、これ売り出そうぜ、くじでよ、こすったらあいつの顔が出てくるみたいな。入らない。え、全然だ、目綺麗だよみんな、全然ブスじゃない、全然ブスじゃない、全然ブ、え、ちょっと待って、こいつの目見せるわ、じゃあ。おい、最初でこいつの顔さらすことになるぞ。ちょっとそれ消しゴムでかい、全然ブスじゃないよみんな。俺見ちゃったんだもん、こいつの顔。俺が描いていいか、こいつの顔。ちょっと待ってね。俺が描く分には問題ねえよな。まず眉毛の太さこんぐらいなのね、ほんとに。眉毛の太さこんぐらいなの。こんなのね、こいつの顔。こいつはこんなだよ、マジで。ほんとに。こんなだよ、リアルに。しかも俺ちょっと目大きく描いてるからね、リアルな大きさこんぐらいだよ。キメラなのかもしれないな。ごめんな、せっかく一番最初に送ってきてくれたのに。ほんとこいつこんな感じだよ。歯並びも。ほんとこんな感じだよ。これ見ちゃったんだもん。最初にブスのハードル上げるのやめてくれ。いや、みんな全然ブスじゃないんだもん、本気で。まあ、合格。こいつは、まあまあ、まあ、超えたやつがいた、俺の、よし、お前合格。よし、偉いぞ。一人、名部門、合格者来ました。くだらねえ。くだらねえ、マジで。いくよ。カード選手、キメラ選手権、名部門、発表します。名部門は、こちら。僕、いいでしょ、これいいでしょ、これいいでしょ、これいいやつでしょ、これいい、いいの選んだだろ、これいいの選んだだろ。まあまあ。これいいの選んだだろ。で、ブラシで、ちゃんと、眉毛を描いてあげて、これいいでしょ、これ良くない、こいつの目。こんな、なんかさ、この顔に合ってない、この輪郭に合ってない、この目ねえ、この輪郭に、なんか全然しっくりくる。なにこの輪郭に似合う目ってこのように存在したの、すげえ馴染んでない。でも中崎じゃねえかよ。おい、このままで中崎になっちゃうぞ、おい、やばで、次鼻な、鼻鼻鼻鼻、ハードル高いなー。あー、ニンニクパナ惜しいなー。十分にブスなんだけど、もうちょっと探させてくれ。おい、ちょっと待って、口部門でいいやつ見たちょっと、口部門でいいやつ見つけたから、ちょっと口から行かして。お前らよく生きてきたな、ここまで。俺一生懸命頑張ってお前らを喜ばせてるからな。決めた、今心に誓った、今俺はこれ。っていうかね、この人ね、鼻と口が繋がって、これだ、ちょっと待って、なんだこの顔、ちょっと待って、これそのまま見せろ、一回。
お見たことねえぞ、こんな顔。鼻と口繋がってんだけど、意味わかんねえ。死ねえ、お前、キメラが。キメラじゃねえか、確実によ。くっ。鼻と口が繋がってるんだけどよ。これどういうこと？マジで。ねえ。鼻と口が繋がってんだけど。マジで。どっからトリミングしたらいいの、これ。ねえ。どっからトリミングすりゃいいんだよ。ヒゲ入れてえな。面白い。いいなぁ。で、いい素材来たね。で、こいつの、ここに、貼り付けて、鼻が必要なんだ、お前には。鼻が必要なんだよ。こいつの口の中。この口で生きていくの、つらすぎないか。ちょっとこの、顔ってか、口単発の、この口に合う人間、この世に存在しねえだろう。ちょっとやば、やべえな、こいつ。こいつやべえよしかもね、いい、こいつ何がいいかって、こんな口でいて、俺に命令口調なの、おい、口使えって。お前よくこの口でそんな俺に上から目線で、あれだな、物を語れるな。おい、ふざけんじゃねえぞ、てめえ。面白すぎる。ありがとう、いい口だよ。本当に最高だよ。お前100点だよ。鼻、鼻、鼻。もう鼻で終わりだよ。ああ、普通だな。普通なんだよな。なんでこれでくっつけてる、こことなんか。こういう魚マジでいるよな。こういう魚マジでいるよな。また目もいい味、そう、なんかさ、相乗効果でさ、また目もいい味出てきてるよな。不思議だよな、ほんとにな。ヒゲの角度やばくない？なんか、うちのさ、ヒゲってさ、こうやって入るのにさ、こいつ、何度なの？ 40、60度じゃん、ヒゲの角度。ええー。まあまあいい。まあまあいい花だな。これ結構合格。うん、これ合格だな。これ合格だな。決まった。これ全然あり。なんかこいつらの目と鼻に合いそう。これかな？これに似た人いたら、皆さん。ご一報ください。これが今、考えうる、
俺のコミュニティの最下層の、俺のコミュニティで最下層のこの、今、顔面スケップスペックになってるから、これに似た人今探してます。俺、張り紙しようぜ。人探してますってさ。あー、くだらねえ。おい、不毛だな、今日、ちょっと。しかも、保存せずに消すわ。送るだけ送らしといて。もう二度と使えません。保存なんかしません。素材も消すわ。よし。ちょ、おしっこしてくるわ。おしっこしてくるから待ってて。ああ、受けた。なんかあの鼻、あの口のファーストタッチがマジでちょっと衝撃的だったわ。おしっこしてくる。